キャッチクエスチョンズアカデミーのアプリ作る社長です。本日はですね、デジタル需要のための著作権法改正というようなところでお話の方をさせていただきたいと思います。私のこちらの番組はですね、主に YouTube で配信させていただいておりまして、 YouTube の方はですね、 iPhone アプリの作り方、ラズベリーパイによるリモートサーバーの構築方法、仮想通貨のマイニングなど、ちょっと専門的なお話などもさせていただいております。こういったお話がお好みというような方いらっしゃいましたら、 YouTube の説明欄ですね、そちらに番組リスト別に URL 貼ってありますので、こちらからもぜひよろしくお願いいたします。 YouTube でアプリ作る社長と検索していただいたら出てくるかと思います。では、本題のデジタル需要のための著作権法改正というようなところで、最近ですね、 IT 関連の法案があちこちでこう改正されてるかなというようなところがあり、今回もですね、またあの日経新聞からちょっと目に留まったものをちょっと取り上げるところもあります。これはアプリをこう作ってたりとか、あのデジタルコンテンツ、NFT とかね、そういったのもこうやられてる方はちょっともう見といた方がいいのかなというようなところもあるかもしれないですかね。とにかくこの著作権に絡む問題ってのはですね、いろいろこうネットビジネスをやる上では、ある程度ね、知識としてこう知っといた方がいいかなというようなところもあり、この著作権はですね、結構いろいろこう改正されたりするようなところがあるんでね、その都度ちょっとぐらいはね、なんとなくは知っといた方がいいのかなというようなところがありますかね。はい。で、私自体ですね、政府のね、行っていることに対してちょっと斜め目線で見てしまったりするようなところもありまして、ちょっとはね、応援したいなっていう気持ちもあるんですけどね、政府も政府で頑張ってはいるんでね、ただこの著作権法の、今回の改正は、どんなところだったのかなというようなところを、少しちょっと、お話ししてみたいと思います。で、今回の記事によるとですね、このような感じで書かれている箇所がですね、ここは少しね、んって思ったようなとこがあったんですけど、その、引用をちょっと読み上げますとですね、ネットやメタバースで著作権の利用が広がる中、円滑な権利処理を通じてコンテンツ市場を育てるためにみたいな、そんなような感じで書かれてんですね。で、ここでちょっとね、って思ってしまったのがですね、ブロックチェーンとかにね、詳しい方なら、違和感を感じてしまうかもしれないんですけど、メタバースのためみたいな、そんなようなとこがあるんですけどね。はい。で、これはメタバースといえばですね、やっぱNFT とか非中央集権型のブロックチェーン技術で運営されるっていうようなとこがあるので、これが政府に管理、管轄されてしまったらね、もはやブロックチェーンもクソもなくなってしまうんでね、こういうことではないんじゃないかなみたいな。この箇所はですね、実は日経からの引用なんで、もしかしたら日経の記者のね、方の解釈の問題なのかもしれないんですけど、とにかく政府がやりたいことはですね、著作権を仲介する団体を管理して、税金を取りたいのかなっていうようなね、そんなような、感じの、ニュアンスにも取れてしまうようなね、そんなような仕組み作りを今やってるみたいなとこがあるみたいです。で、もちろん利用者がね、著作権があるのかどうかっていうようなところが確認しやすくなるようなね、そんなようなところでもあるんですが、このね、窓口を一括管理して、それで著作権がこう不明の場合はこう使ってもいいですよみたいな、そういうようなこう仕組みを作るというようなことみたいなんですね。どうやらこれ中身をこう見てみると、で、このね、仕組みはね、逆にちょっと問題あるんじゃないかなっていうようなところ、ここを私今回ちょっと伝えたかったところでもありまして、というのもですね、日本のね、アーティストって今やですね、個人のアーティストさんが結構多くなってきてるっていうようなところがあって、なんかの大きな団体にこう所属して、アーティストとしての活動をこうするっていうのがあんまりこうなくなってきたかなっていうのが、YouTube とか、それからネットでね、個人でもアプリ作れちゃうような、そんなような時代になったりとか、そういうようなとこがあるんで、だからこそなんですけど、大きな団体に所属せずにこう個々にこうやってたりするような、そんなような、世の中になってるので、このね、窓口の権利情報のこのね、政府が指定したこのデータベースに登録し忘れてしまったらですね、それこそね、
デジタルコンテンツパクられまくりにならないかなみたいなね、そんなようなことをこう匂わせるような法改正かなというふうにこう思えてしまうようなとこがあったんですね。この辺はですね、あの日経の記事とかインターネットとかでもこう見れると思うので、もし気になる方は後でちょっと熟読しといていただければというようなとこがあるんですけど、でこのね法案はね、確かに、超有名な古い映画とかね、そういったものにだったらね、まあ、この仕組みはまあ結構使えるんじゃないかなというようなところはあるんですよね。超有名でこれ著作権どこにあったのかなとかいうのがちょっと分かりにくかったりするような、そういうような映画はですね、こういったところがこう仲介してやってくれたらいいんですけど、個人のアーティストさんがね、これこの法案がやっぱ通ってしまうとですね、その個人のアーティストさんがそのホームページ、自分のね個人で作ったホームページとかで、この作品には著作権ありますよって宣言しても、それが通らなくなる可能性も出てしまうっていうようなところなんですよ。そうなんですよ。そのね、政府が指定した窓口にね登録して していなかったらね、一応ねそれどんどん許諾されて行ってしまうみたいなね、そんなような感じになってしまうんで、これは個人のアーティストとかねクリエイターにとっては、まあ、煩雑な登録手続きをこうねしなければならないみたいなね、そういうようなね法案になってしまったかなというようなところがあって、これは個人のアーティストとかからは結構ちょっと毛嫌いされるんじゃないかなというふうに思ったりもしてるようなところがありますね。はい。でまたですね、これ日本政府ならではなのかもしれないですけど、これ国内だけの問題っぽい感じもあるんですよね。これいろいろ読んでみると、まあ、特に海外に関して言及がなかったんでね。で一番ねやっぱ今政府にやってほしいのは、海外の、違法業者を取り締まること、これをね一番やってほしいんですよね。はい。まあ100歩譲ってね、なんか税金を取りたいとかね、そういう下心はね、まあ多少あってもしっかりだとしましょう。これはもうね、日本の財政とかも将来的には今厳しくなってるんでね、どっかからやっぱ税金取り立てないといけないんでね、まあ、それはまあしかりとしてでもですね、でお金をねこうね徴収するんであれば、できるだけこう海外からね取り立ててもらえるようなね仕組みを作ってくれたらなというようなところがあるんですよね。日本国内のね、ましてや個人のアーティストに負担をかけるようなね法案はやっぱちょっと作ってはいけないんじゃないかな、個人のクリエイターとかね、そういうましてね、その方々がね守られなくなってしまうようなね、ちょっとなんか登録手続きとかちょっと忘れてしまったらね、それこそね一応政府公認でこれ使ってもいいですよみたいな、そんなのが一時的に通るような法案になってしまうんで、これがね成立すると、だからねこれねやっぱちょっと気をつけてほしいなというようなところ、はい。まあ、とにかくね海外の違法業者はね結構ね日本の著作物いっぱい使ってるのあるんでね、中国とかね、なんかね変なドラえもんとか今出てたり してますんでね、中国とかね、ああいうのをちゃんと取り締まりましょうよというようなところ、これがですね今日本に求められている政府の仕事なんじゃないかなというようなところがあるんですよね。はい。だからこのようにね、報告させていただいた次第でもあります。本日は以上になります。では最後にいつもと同じ言葉で締めさせていただきたいと思います。 IT エンジニアに栄光あれ。